ガルガドットはイスラエルの女優、プロデューサー、モデル。ガルギャドットと表記されることもある。イスラエルのペタクチクバに生まれる。同国には兵役義務があるため、18歳時から2年間、イスラエル国防軍で戦闘トレーナーの職務についていた。映画、バットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生で、ワンダーウーマンを演じるにあたってトレーニングしていた。際には、 軍でトレーニングをしていた頃をすごく思い出したと、兵役時代の経験が役作りに役立ったことを語っている。2004年度のミスイスライルである。女優としては、2007年放送のブーバッドでテレビドラマにデビューし、2009年公開のワイルドスピードマックスで映画にデビューした。2008年9月、ワイルドスピードマックス撮影中にボーイフレンドと結婚した。 2016年2016年 DC コミックスを実写化した映画バットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生のワンダーウーマン役で注目される。2017年パティ・ジェンキンス監督クリス・パイン共演作ワンダーウーマンで映画に初主演。作品はオープニング興行収入で首位となった。この成功を受け、 2020年夏に公開予定の続編の制作も決定した。もしこの役に抜擢されていなかったら、女優を引退して、ロースクールに戻って、家計を支える予定だったと、テレビ番組、サンデートゥデーで語っている。ガルガドット、ワンダーウーマン役作りに、平役時代の経験を生かす。CINEMACAFE.net https://www.cine macaf.net e スラッシュアーティクルスラッシュ2016スラッシュ04スラッシュ01スラッシュ39357 html2020 年9月2日釣覧ヤロンバルサのワンダーウーマンアクトレスギャル5ドート S ハズバンド。 d-a-i-l-y-e-n-t-e-r-t-a-i-n-m-e-n-t-n-e-w-s.com 2020年9月2日閲覧ワンダーウーマンの初週末講習女性監督作品で史上最高 cnn.co.jp https://www.cnn.co.jp スラッシュ i ビズスラッシュ3 5 1 0 2 2 3 8 h t m l 2 0 1 7年11月17日閲覧。ワンダーウルマン役のガルガドット、実は、女優引退を考えていたと告白。エルガールオンライン。h t t p s e l ガ g a r j p アーティクル。 ガルゴドーとクイットアクティングワンダーウーマン -17123HNS に2020年9月2日閲覧バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生吹き替える大作戦2021年7月15日閲覧ワンダーウーマン吹き替える大作戦2021年7月15日閲覧シュガーラッシュオンライン吹き替える大作戦 2021年7月15日閲覧。ワンダーウーマン1984。吹き替える大作戦。2021年7月15日閲覧。ありがとうございます。